こんばんばポールスタンデーですえー、ちょっと目をでかくでかく <laughs> 作りすぎましたえっ、ー、とズラは地味変と併用ですもちろんですえー、どなたかえー、ジンシモンズのズラを売ってるお店を知りませんか高いやつはダメです安いやつこれ結べってことかな結べってことかなえー、こんばんは道村正輝です暑いので外しますけども えー、画用紙ですということで今回はキッスのすす,めですキスのすすめではございませんキッスの、えー、どっちにしても接吻のことではございますがキッスの、えー、すすめですねまあまあまあ,あのロック好きだったらねキッスの1曲や2曲や3曲や4曲は知ってると思うんですけども CD1 枚も持ってないよって人は別にベスト版買ってくるんでも全然構わないっちゃ構わないしまあね今サブスク時代だからねサブスク時代のねでもまあ CD ってのは1枚1枚ごとにこう曲順があって10曲なら10曲で終わりを迎えるっていうその良さがあったりするんでとりあえずキスの CD は12枚ぐらいえダブっているんですけどねダブってるけど12枚ぐらい持っててでこいつは僕 でねあのさまあボックスの CD まあまあまあサブスク時代だからねそのうーん CD を買うだけでも何ていうのか、まあ、サブスクが悪いって言ってるわけじゃないし MP3 が駄目だって言ってるわけじゃないんですけどもこの手のねこの手のボックスってオリジナルアルバムシリーズとかクラシックとか5アルバムなんとかとか言っていろんなシリーズが amazon で買えちゃうんだけどこれがね ちゃんとジーンシモンズが認識してるのかどうかってのうーん、まあ、この辺はねレコード会社が作ってるっぽいやつは OK なはずでははずではあるんだけどもアマゾンって最近ねよくわかんない海賊版も変えちゃったりするからちょっといかがなものかなところがありつつありつつどうしても何か1枚だけしか買わんっていう人にはもう僕はもう完全に、えー、キスアライブ地獄の。 共演ってやつこいつライブワンって呼ばれてるやつなんですけどもこいつ1枚買えばいいと思います <laughs> なんだけども一応順番に折っていきますでさっき言ったこれがボックスセットでボックスセットがね今ね今変な変な時期に来てるんですよあのねまあまあこれ僕すっごく安く買ったと思うんですよ5枚入ってて2000円ぐらいで買ったと思うんですけども なぜか今ねボックスセットのその1回プレスしたものがなくなりつつある段階に来ているんだと思うんですけどもなんか値上がりしてんのアマゾンでもだから最初は1900円ぐらいだったそういうね5枚ものが今は2700円とか2900円になってたりしてでもうなんか売り切れてるっぽいよみたいな例えばこれってライクーダーボックスなんですけどこれはねもう45000円かもっとそれ以上しちゃって。 てるんでちょっとよくわかんないところに入ってるんですけどもだからまあまあ、KISS の最初のね全盛期と言ってはあれですけども一番重要な時期の曲をとりあえず全部ってことでいけばまあダブルプラチナっていうベスト版かこの5枚組を,をボックス今のうちに買っとかないと高くなっちゃうような気がするんですよね。ああもうすでに4,291円になってるわ。 遅いわ <laughs> これどっかの CD 屋さんで見つけて3,000以下だったらもう抑えなきゃしょうがないっていうやつなんですけれどもこれはまたこれがね変わっててね1枚目3枚目4枚目5枚目だっけなセカンドが入ってないんだよねねっ順番に追っていくとこれ74年デビューの「KISSFIRST 地獄からの死者」ってやつこれねもうある意味一番いいアルバムかな。 なんか最初の最初のアルバムがほぼベスト・オブ・キッスになってるっていうか、まあ、最初これ日本では発売されなかったんですよ最初日本ではファーストとセカンドは発売されてなかったんですよまだそこまでキスが売れてなかったんですよで3枚目のアルバムがこいつが75年に発売された時にこの時にやっと日本発売されたんですよ で、ファーストとセカンドセカンドはこのボックスに入ってない他のやつなんだけどこういうねこういうわからんともあんっていうねジャケットに日本語で「地獄の叫び」とか各それぞれのバンドメンバーの名前がちょっとずつ何か変わってんだけど「ジ・ーン・シモンズ・エイス・フユーリ」ってなんか変わった変わった日本語が書かれているアルバムジャケットなのに。 でこれ日本で発売されてなかったのっていうちょっと真っ赤不思議な感じがありつつその後に「ミュージックライフがものすごいプッシュして「このバンド面白い」っつって「エアロスミスとクイーンとキッスっていう三大ロックバンドっつってものすごいプッシュしたから日本で火がついてでその後に結局「ファーストセカンドサードっていう3枚のアルバムをこう LP レコードの3枚組でこうやって発売したんですよこれが。 これ3枚組でファーストセカンドサードがこうやってわざわざ後からボックスっぽく発売されてそれで火がついて来日する直前にまあまあアメリカでも一緒なんですけどアメリカでもこの人たちはニューヨーク出身なんだけどデトロイトっていう街でめちゃめちゃ人気が出てでその時に入ってたツアーのスケジュール全部キャンセルしてデトロイトでライブ録音した。 そのライブアルバムがキスアライブワン1ってやつ。こいつがとてつもなく大ヒットしたんですよ。世の中で。だからその感謝の意味も込めて、この後にデトロイトロックシティって曲をこの人たちが作るんだけども、という順番が色々ありつつ、だから最初に、最初にこのサードアルバムの LP を買って、 その後にこのボックスを買わざるを得なくなってっていうわけのわからんこ,こいつはこの中に入ってるんですよこいつはこの中にこの中に入ってるけどなぜか重複してしまったけれどもとっていう意味で言えばまあまあボックスを買っちゃうとあとはこう後でこうなるよねっていうもうこれとこれがあの同じほぼ同じほぼ同じなんかなんか違うけどねっていう裏は裏はなんか違うけど まあリマスターで音が良くなってるんだったらいいんだけどもどうなんでしょうっていうこれ結局、ね、ボックスの中にこれ入ってるからっていうでとりあえずこの,この顔が4つ黒いところに顔が浮かび上がってるっていうお化粧バンドとして出てきたファーストこれ74年でセカンドにその日本語が書いてあるのに日本では発売されなかったわけのわからんセカンドアルバムでこれはそしてなぜか今のボックスには入ってないっていう。 まあ色々光っちゃうけどすいませんね,これ,もねこれめんどくさいからでこれが75年のサードアルバムなんだけどお逆にさ逆になんていうの,この本当はこういうね衣装もすごく奇抜な服を着ていて化粧をしているバンドなのにファーストとセカンドがあんまり売れなくって、えー、その奇抜な衣装の自分たちのパロディで背広を着て化粧をしているっていうジャケットるっていう。 が最初にに日本発売売しててて世のの中的にも売れれいいくっていう <laughs> これあのパロディ自分のパロディ、自分たちのパロディなんだけど、うーなんか初めて見た人にとっては、えー、サラリーマンが化粧バンドを始めたのみたいになっちゃってるっていうわけのわからんところ。 なんだけども、これがデトロイトでものすごい売れて、めちゃめちゃ人気がラジ、まあ多分ラジオのね、ラジオ放送のおかげだと思うんですけども、それで急遽アライブというライブ版、2枚組、当時は2枚組のやつを発売されて、で、世界中で売れていくようになりました。というのがこのアルバム。アライブ。ワンとは書いてないですけど、当時はキッスアライブってやつ。ほいで、そのデトロイトに、 をを表しててデトロイトロロイックシティという曲を1曲目に持ってきたこれがもうとりあえずこのアルバムが一番キスの中での金字塔たる、うん、ものすごいデリシャスゴールドなトップなアルバムとはされてるんだけども、まあ、ファーストも相当いいしライブ版もいいからねっていうね。ねねでこの後にに来日して、えー、武道館もういきなり武道館だからねそこがすごいんだよね。で武道館のライブがあって それを NHK が「ヤング・ミュージック・ショー」っていうので1時間弱ぐらいの放送したんですよ。その NHK の「ヤング・ミュージック・ショー」が放送された次の日に俺エレキギター会に行ったんですよ。<laughs> すごい、ね、すごいでしょっていうね。でその後にこういう「地獄のロックファイヤー」っていうアルバムが出てでなんやかんや言って「 ドラムのピーター・クリスが歌ってる「ハード・ラック・クマン」っていう曲がヒットしてまあねハード・ロック・バンドなんだけどもバラードがヒットしていくっていうのは延命治療というかねこう治療じゃないけどねそういうところもありつつ、うん、で、えー、この辺まででもうほぼほぼ、えー、キスの全盛期の説明というか。 まあこのボックスはね、その2枚目が入ってなくて、なぜかこう、ベスト版が入ってるっていうわけのわかんないボックスなんだけども、うー、そうね、このボックスとアライブワンで、ほぼ、ほぼ、キスがキッスたるゆえんっていうのは、ほぼ揃えることはできるかな。別にこれはあの、事実だから、みんなキス不安も知ってることだから、それはしょうがないことなんですけども、 こっから先はキスの低迷期が始まりまりすと一応アルバムとしては「ラブガンっていうのが出てこの曲からもうちょいちょいヒット曲っぽいものは出てきててほいで「ライブ2アライブ2っていうのも発表はされているんですけどももうとっくに KISS のメンツは仲が悪くってほぼメインボーカルであるポールとジーンそれとドラムとギターの ピーター・クリスとエース・フレイリーがもう2対2でえなんかこうもう仲悪くなっていくんだけどもそれもね結局売れちゃったから売れちゃったからステージとホテルと移動のそこの3箇所にしか行かないでしょだからどん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 ピーターとエリスがもうお酒の方にまあまあアルコール中毒になってっちゃうっていうね うん、そうするとまともな演奏がだんだんできなくなっていくみたいなことになってっちゃうんですよ。でその頃に、えー、1978年に2回目の来日でまた武道館にやってくるんだけどももうその頃はもうもうもう,もう楽屋がめちゃくちゃだったらしいですよあんまり詳しくは見たことないから知らないから噂だからあれだけどめちゃめちゃ仲が悪かったと言われています。だからももうううこここれれはどししようもないってことで売れたしっててととでで売た 4人が4人とも一応歌は歌えるので4人それぞれがソロアルバムを作りましょうってなってで一気にソロアルバムを発売したんですよ。それがねまたねあだとなるというかねなぜかエース・フレイリーのアルバムが一番売れちゃったんですよ。まあ、それは今までのアルバムを聴いてきたらポールが歌ってるジーンが歌ってるで時々ピーター・クリスが歌ってる。エースの声だけ誰も聞いたことがない。 で、エースのアルバムだけが売れちゃってっていう。まあ、シングル曲もね、うん、なぜか売れちゃ、なぜかっていうか売れちゃって。と、エースはだん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 自分一人でやっていけるんじゃないかっていうね、なんかもうこのキスにいる必要ないんじゃないかって思い出していくわけよ。で、その後に地獄からの脱出っていうアルバムを作るんですけども、もうそれ脱出できてないっていうかね、もうもうもう、仲良くアルバム作ってないっていう状況下で、 その地獄からの脱出の頃にはもう世の中がハードロックの時代じゃなくなっててでディスコをやるんですよディスコハードロックバンドがディスコの曲を作ったとなんじゃそれとまあまあ当時の僕らの日本のハードロックファンはなんじゃそれですけどそのラベウン・ベイビーという曲がなぜかヒットしてしまったんですよこっからはキス s の低迷期のもう入り口 ハードロックで世の中に出てきたライブバンドが、ね、とりあえずまあ最初にピーター・クリスのバラードがヒットしてしまいましたでその後になぜかエース・フレーリーの曲がヒットしてしまいましたでその後に、えー、ラビ・ニュー・ベイビーというディスコがヒットしてしまったでそのうちにまあピーター・クリスがもうあのお酒の方でもうもう「ダメだよお前そんなんじゃん」になってってクビになっちゃったんですよ。そうすると ポールとジーンと、ね、2対1ですよ、ね、まあ一応ドラマーは他のとこから探してきてドラマーは入れるんだけども、ね、完全に孤立していくわけですよねエースがねでそのエースもじゃあもう脱退しますとでそっから試行錯誤でだん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 ね、まあ、ピーター・クリスがクビになりましてエースが脱退しましたとで代わりの人を見つけてきて、えー、なんとかやっていくんだけどもついにポールが化粧を取ろうと。 もうもう80年代ロックに自分たちも移行していかなあかんともう,もうあのメンバー2人おれへんしということで素顔の仮面の正体っていうふうに素顔を落として世の中に活動してきたんだけどもうその頃にはまあある種自分自身もね大人になっていくにつれてハードロック だけが音楽じゃないみたいないろんな視野もあったり自分が成長していって大人になるために生きていくために家電を稼ぐという仕事を持つみたいなそういうのがある中まあこっからもうでまあまあ詳しいことはねどっか各自ウィキペディアとか見れば載ってるんでいろんなギタリストが入っては抜け入っては抜けドラマーも入ってはあの 亡くなっちゃったり復活したりみたいな。繰り返しがあってえー、っとね。1988年にブルースキューリックっていうすげえ。背の高い人がギタリストで入った時に来日久しぶりに日本に来日したんですけど、その時にね。ブルースキューリック見たことがあるんですよ。新宿の伊勢丹のね。なんかあの女性下着のコーナーに <laughs>。とてつもなく背が高い。 こんなパーマヘアの外人さんがいてうわっと思った瞬間に「あキッスの新しいギタリストだ」ってすぐ気が付くっていう <laughs> なんか女の子とねうん下着をの探してましたまあそれ,それはいいやそれはいいやで結局スタジオアルバム作っても作ってもなかなか売れていかなくなっちゃったわけですよ、うん、素顔だしって。うん で相変わらずコンサートはやれてはいるけどちょっとずつ規模がちっちゃくなっていくみたいな低迷期としてでまあまあもうキスやから「アライブ3」を出すしかないっつって「アライブ3」ってのが出たわけですね「アライブ3」を「3あ」どっちにしてもこれ光るんか「<laughs> えー、アライブ3を」を出すしかないってまあこれはブルース・キューリックが弾いてるライブ版の出すんですけども。 ままあまあ別にこのアルバムが悪いわけじゃないんですけどもまあ、大体聞けば僕の中の好みの問題ですよ僕の好みの問題でいけばエース・フレーリーっていうのはブルース・キューリックはうますぎるからうますぎてうますぎてすごく流暢だし、まあ、アーミングのねアームバーの音がしたらブルースだなってことになるしライトハンドもちょっとだけやっちゃうのかな。 その前の前人もライトハンド奏法をやってた、ね、もうもうその早弾きというものが当たり前になってきたハードロック界においてブルースのプレーはね悪くないけど上手すぎてエースはエースが下手っぴって言ってるんじゃなくてエースは素晴らしいギタリストで1970年代にあれだけのいろんなフレーズを考え出したエースはすごいんだけどもエースって エフェクター使ってないんだよね基本、まあ、スタッフ側に頼んでディレイをかけてもらうっていうソロギターのところはあるんだけどもマーシャルアンプそのまんまなんんなですよそもそもエフェクターを踏まないっていうか鼻から置いてないエフェクター使わないであんだけのことをまあまあ一種最初から最後まで同じサウンド同じサウンドのまんまロックンロールで2時間弾き続けるっていうのはすごいことなんですよね。 だからその個性としてはねちょっとだけ危なっかしいまあまあ再結成の時もそうなんだけどもちょっとだけ危なっかしいんだけども完全に個性があるっていうのはエースの方なんですよだからこのアルバムもいいけどいいけどやっぱり「アライブ1」には勝てないっていうでさっきの「アライブ2は」はこいつはもうあのエースがちょっとふてくされてる時代というか危ないもう時代であり後半がライブ音源じゃなくて「 未発表スタジオ音源になってたりするから今一つラいまうとがあったりねあと意外と,意外とかっこいいんだけども、ね、寄せ集めなんだけどかっこよくできてるライブアルバムっていうかこれは何て言ったらいいのかなあ,の、まあ後から出たオムニバスライブ版みたいなやつなんだけどこれの方がこれが一番ハードロックで一番聴きやすいことは聞きやすいんだけど。 臨場感と当時のそののの70年代のロックの波っていうのはアライブ1ですねっていうだから今ね今ボックスが安くなくなっちゃったからこれをおすすめするわけにもちょっといかなくなってきたっていうのが悲しいとこなんだけどあのアルバム自体はねこうね続けて聴くと統一感がないというかリミックスでも何でもないっていうかすごくねあのカステロで5枚連続で聴くと。 ミックス具合ががババラバラでサウンドがめ,ちゃめちゃでこう何かうんどうなんだろうっていう一枚ごとはいいんですよ一枚ごと聴いてる分にはいいけど続けて聞くと毎回ミックスが違うなっていうでいけばまあベスト版買った方が音楽としては聴きやすいけどもだけどまあまあやっぱりね最初の「アライブ」が一番これの思い出があるなそういやそういやこれの思い出があるわこれね 中3ぐらいの時にあの LP レコードも一応買ったんですよ今どっか行っちゃったけど買ってで高校1年の時に、まあ、僕はギターマンドリン部だったんですけどギターマンドリン部に一緒にいたワイモト君っていう友達と <laughs> 岐阜県上原市のすっげーちっちゃいすっげーちっちゃい楽器屋さんで「KISS」のフィルムコンサートがあるぞって言うんですよ。何 マジでって行くぞ絶対行くぞっつってなん,かなんかの日曜日かなんかにねすっげちっちゃい楽器屋さんなんですよ。なんでこんなちっちゃい楽器屋さんでフィルムコンサートがあるんや思いながらねワイモト君という自転車に乗ってその楽器屋さんに行ってで時間になってそらあのそこのお店の店長さんみたいな人がね,、えー、ねその頃に VHS だかなんかのビデオデッキかなんかよく分かんないけどそういうものがあっただけでもすごいんだけども。 じゃあ今からキスのフィルムコンサート流しますってねで見に行った時にお客さんが6人だったかなお礼とワイモト君とほかに4人の人がいて全員で6人でねこう椅子に座ってテレビ画面のあの大きい映画スクリーンじゃなくてテレビ画面見て、ね、今で言うとモニターってやつを見て20分か30分ぐらいこのライブ版のこの映像 まさにこの写真の通りのこの映像のフィルムを20分か30分見てかっけえっつってでも20分で終わっちゃってと店長が戻ってきてえー、っともう他に何も上映するものがないんですけどもどうしましょうもう一回見ますっつったら6人が6人とも「はい」っつって言ってほん <laughs> で2回見せてもらって、えー、それがもう このライブ版のこの日の映像だったってことがもうとてつもなく嬉しくってっていうその頃には僕はもうあのエレキギターをレスポールをも赤色のレスポール持ってたんで今久々にちょっと欲しくなってきてるんですけども、まあ、今だいぶ端折っちゃったけどその間にこうエースが復帰したり来日したりで,でもやっぱりやめたりとかって、えー、今はあのコールドジンっていうバンドをやってたギタリストが今弾いてたりするんだけども。 『ももクロ』と一緒に曲を作ってまあまあ,あの東京ドームのキスのライブの最後の1曲でももクロがゲストで出るみたいなことがあって2019年に「紅白」に YOSHIKI と一緒に出てでその後にまにコロナが来ちゃって早2年だから「キスの最後っていうのが一体いつなんだかよくわからないまま今まだ。 コロナウイルスが世の中にはまだいるっていう時代だからねミュージシャンもしくは一般的な一般人としてのギター人生だとしてね80歳までギター弾いてんのかなと今と同じ腕前では弾けないと思うんですよ僕は腕前は落ちていくと思うんですよこの先ね皆さんも 皆さんもっていうかあの僕より若い人たちは上達したい上達したいと思って練習してると思うんですけどもある種僕ぐらいの年齢に来ると腕が落ちないように落ちないように練習していくっていうのために上達を目指して練習してるみたいないかに今の腕前のままこの先の話ですよ今じゃなくて今じゃなくてこの先10年後に,に腕前としての腕前早く弾くことなんか。 は目標になってないですからもうすでにいい感じの間で自分が出したい音を出せるっていうそこを極めたいというかそこをもう目指すんでいいわけですからまあ、言ってみれば僕らが中高生だった頃に世の中に出てきたバンドで今も活動してるバンドっていうとエアロスミスと あの今のコロナ禍を抜かしてね23年前まで、えー、活動してた一応まだ現存しているバンドでいえばエアロスミスとキスとサーザンオールスターズあとどんなバンドがいますかまあそれはまあまあまあ分、まあ、かんないけどもものすごく40年近くやってるバンド。 ねね、そういうのの歴史の中でまあまあハードロックのね楽曲の良さは今後ギターであのギターをこうねチュートリアルする動画でい、えー、っていけると思うんでエフェクターなしでハードロックであんなすっげえいい音出しててっていうね。うん、ということで、えー、今回は「キッスのすすめ」ということでお話ししてみました。 えー「キッスで一番好きな曲は何々です」ってコメントに <laughs> いきなりアンケートしちゃった「<laughs> キッスで一番好きな曲なんだろうなんだろう迷うなそうだな面白いな僕も次考えとくんで考えとくんでっていうか これ通常のアンケートとは違うパターンでちょっと聞いてみたいだけのシリーズとして「えー、キス」で一番好きな一1曲1曲だけ2曲書いた人は数に入れません1曲どの曲が好きですかよかったら下のコメント欄に書いといてくださいじゃあねー違う